はい、では、はい、じゃあ皆さんのよくご存知な曲から、はい、1曲目ね、まあ、行ってみたいと思います。
な感じ。こんな感じ。もう酔いが覚めてしまいました。もうちょっと飲んでいたらよかったな。オリジナルもあるんです。海宿っていう曲は大きな有名曲です。明石の海岸かな。いやいや違う。あじゃん、うん、沖縄のね、綺麗な大阪府下にある。行ったこともないのに。はい、行きます。Thank you.
今決まったのね。では旅行に行こうか。なんでもなくて。あ、そうそう。今日あのね、あの午前中なんですけど、生駒のあの近鉄のベルテラスというね、大きな広場があるんですけど、物産展がありまして、そこでちょっとあの演奏させてもらったんですけども、暑かったね。え？いや、喋ってるから、あのね、あ、もうええ。そんなあったよ、お湯だけ。ほな、行こうか。センターなんです。そう。今日はちょっとね。センター譲ると途端に喋り出すってどうよ。いつも喋ってるよ。めっちゃ恥ずかしいね、まあ、こんなね。そうでしょ、うん。結構センターってね。うん、ちょっとね、やっぱり端っこが嫌。しようね。じゃあこの T さんまあまあ。あ、ほんまやほんま。シフトしようよ。一回一回。シフト。どういうセンター。オンカホンティティー、イエーイ、オンキーボード、タマミー、はい、オンサーン
H2 というのは、まあ、今の浜見の H から広慶の H で珍しい説明してるやんなんですよ。ね、5年ほど前から H2 というユニットでやってましてね。でもう1年半過ぎ、ね、ましたよ、はい。まあ、T さんが混ぜてって言って入ってきてもらってで、うちは基本的に自由参加ですから、都合のつくとき、ね、スケジュール合うときは、あ、でも、なんか9割ぐらいの出席率で参加していただいてるんで、そうそうそう、はい。マジで出した当初は結構忙しくてね、今日はあっち行かなかったんで、そうそう、最近は、ほぼ H2 だよね。すみません。ちょっと変えなあかんかなとか思いながらね、H2T とかね、そうなんだよなとか。ロボットの名前多いよね、H2T とかね、なんかそうかっこええんちゃ う, そうロケットの間違えてるプラスとかね、言ってねやってたね、プラス言うのもめんどくさいな、ロケット何すんの、ちょちょちょ、どっち、こっち来た、そんなん先言うてへんしそれでは中秋の年月も近いということで、そうそう、ね、上限の月、下限の月、もういいわ長いで、ね、瀬川さんになっちゃうよ、瀬川さんにムーン団子
瀬川さん、時間あとどれくらい？3日、あと1本。1本1曲。あ、びっくりした。1本じゃ、パンチ終わりや。じゃ3日って言うたはんで、マスター。死んでしまいます。ここあの外に音が出てるの知ってる方。はい、びっくりした。後からで聞いてみる。びっくりしましたね。怖い。上にね、タバコ吸いんだ。音聞こえてるな、漏れてんのかな。めっちゃレコーになってる。では、あと1曲ということで、外で聞いてる方、入ってきてくださいね。
はい、どうもありがとうございました。エッチ2さんでした。